こんにちは。一条エクササイズ、本日はレッスン9、太もも外側になります。ここをなぜやるかというと、ここを鍛えることによって足が外に出やすくなります。足が外に出やすくなるということは、歩いてて不意によろけたりした時に足が外に出やすくなって転倒を防ぐことができるからなんです。さあ、今日やってみたいと思いますけれども、その前に、人工の関節が入っている方は、今日はこの運動は見合わせた方がいいかなというふうに思います。よろしくお願いします。さあ、それでは準備するもの、椅子1個と畳1畳。スタートの姿勢、深く座ります。手はここを持ってですね、転倒の防止に努めてください。で、足はちょっと前に投げ出す、これがスタートになります。で、足を弾きながら横に飛びます。いいですか、こうですね。こうやって足を弾きながら横に開きます。ぴょんぴょん、これで1、2、3、4、5、6、これをですね10回やってください。1、2、3、4、これを10回を3回やってみてください。股関節が刺激を受けて足が外に出やすくなりますから、やってみてください。よろしくお願いします。